しずだいスタイル、略してしずさ。この番組はあなたの未来を開く古庄自動車学校の提供でお送りします。時刻は17時26分前です。改めましてこんにちは、しずだいスタイル、略してしずさ。この番組は静岡大学と私立財政のさまざまな情報をお届けしていく番組です。はい、それでは本日のパーソナリティ、私桃屋こと高藤健太と、はい、くーちゃんこと国枝正春と、はい、そしてマスクのつけすぎで耳が痛くなっているミドルこと竹本亮太です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、今ね、季節の変わり目ということでちょうど体調を崩している人が割と多いですね。はい、そうですね。今もね、竹本くんマスクしてるって言ってたけど、はい、いや違いますよ、俺はプロ意識のためにね喉を痛めまいとしてね、こうマスクしてるんですよ。うわ、意識が高いな。いや、僕は別に体調が悪いわけじゃないんだけど、はい、花粉症がね、あ、なるほど、季節外れのありまして、もうね、くしゃみが止まらないですよ。はい、あ、でも季節外れって言ってもさ、稲の花粉とかが飛んできたりしてるんじゃない？稲花粉は夏だね。あ、そうなの？今はじゃあ今ブタクサ花粉とかかな。全然わかんない、うん、雑草っていうか、まあ、そうそう、雑草みたいな、よくある草だからこそ逆にですよね。杉とか山にしかないじゃないですか、うん、街中ですけど、ブタクサとかって結構街中でも空き地の辺に、ね、生えてるやつだから結構きついですよね。まあ今結構しんどいです、僕。マジで、はい、くーちゃん体調は？そうですね、あの貧弱な自分としては珍しくまだ風邪をひいてない、まだです、まだ風邪をひいてません、ま、でもいい、ね、若干喉がね、そろそろ危ないかなっていう気がしてるんで、マスクとか、あと、あ、なるほどね、プロ意識、プロ意識あとはそうですね、寝るときにね、あのタオル濡らしてタオル置いておくとか。ああ、はいはい、プロ意識だね、プロ意識だね。いや、そうやって喉とか、まあそうですけど、普通の風邪とかも喉から来ますからね。はい、そうですね。いやでも未だにタオルケットに寝てるやつとかいるからね、大丈夫かなと思うけど。いやそれはちょっと間違いじゃないですかね。なんか、うん、寒いもんね、夜ね。そうですね、寒いよね。何、我慢大会とこっちがしてるのかな。なんかさ、季節にちょっといるよね。だって高校の時さ、俺はまだ半袖でいけるって言って、いる体操服がさ、まだ半袖半ズボンとか、いました。何とそんな競ってるんですみたいな、何と戦ってるんだろうね本当に。そうそう、でも今さ、うん、昼間暑いじゃん、まだ。そうそう、まだちょっとあったかい、だから昼間の格好でいると夜寒いみたいなね。そうそう、大変だよね。大変、ほんと。はい、まあね、ご飯とかもね気をつけて、はい、マスクとかして、そう、体調整えていきましょう。はい、はい、というわけで今日の放送はまあ全然関係ないですけど関係なく、はい、QFN のアルバイト事情についてお送りしたいと思います。しずだいスタイル、略してしずさ。はい、それでは今日は QFM のアルバイト事情ということで、はい、僕たちのそうです、ね、アルバイトについての話をしていきたいと思います。はい、アルバイト、いや、はい、ドイツ語でアルバイト、労働者なんすか、いきなりなんか国際色豊かに。いや違うんですよ、最近覚えた単語だから言いたくなっちゃった。はいはい、そうですね、初週外国語ね、はい、うん、そう、というわけでね、僕たち、はい、割とみんなしてるね、ここはね。そうですね、この3人はしてますね。僕は、はい、セブンイレブンっていうコンビニと、はい、あと大学食堂の方でバイトしてるんですけど、はい、国枝くんどうですか？そうですね、私はあの先ほど桃屋先輩と同じくじゃないかな、はい、でも大学 同じ大学生協だけですけれどもそこで働いてますね。はい、はい、竹本くんどうですか？はい、そして私はでございますか、飲食店で働いておりますね。まあなんというか、はい、大学の近くのまあ食堂みたいな、あ、そんな感じですね。よくね、そんな話もしたりするよね、はい、ちょいちょい挟んでます。というわけでね、はい、まあ、僕たちはこういうバイトしてるわけですけど、はい、まずどんなお仕事をしているのかという話ですけど、はい、まあ、僕はコンビニ店員ということで、はい、まあね、コンビニ行くよね、みんなね、まあ、はい、そうですね、いらっしゃいませみたいな。僕は深夜勤とかじゃなくて、はい、普通に夕方の勤務なんで。そうなんだ。へ、じゃあなんか深夜勤務で行動来ないかな、大丈夫かなとかならないかな。なんだなんだ、もう深夜勤務でそれなんかとかは知らないけどそうなの。そうですね、この辺で出るんですかね、そういう人は。そうかな、うん、ちょっとわからないね、うん、出ないことがまあないですけどね、越したことないですね。はい、
まあ、僕は普通にレジ打って、はい、レジ打っていらっしゃいませってね、いらっしゃいませっつって、いくらになりますってね、いくらになりますって言って、それでお客さんの方にちょっと手を小銭出すとき手を触れ合ってときめいたりとかするわけだね。ちなみにそれしないようにしてるんだけどね。あ、そうなの。そうなんだ、ごめん、ね、めんどくさいからね、いろいろとね。あ、そうなんだ。へえ、まあ、あとはね、あの品出しですね。あの夕方に、はい、あの商品の搬入があるので、あ、なるほど、お菓子を詰めたりとかね、いろいろしてます。なるほど。あとは、ドリンクがあるじゃないですか、はい、ペットボトルの、はい、あれって裏手が倉庫になってて、冷蔵庫になってるんで。え、そうなの。冷蔵、裏が冷蔵庫そのまま。はい、そのまま冷蔵庫で取っ手でこういう風に開けるような冷蔵庫があるんだけど、 そっちの裏の方も冷蔵庫でっていう風になってるんだ。で、後ろからガーってペットボトル詰めたり。楽しそう。ドリンクの仕事ね、俺大好きだよ。大好きですか。でもさ、1列間違えるとやべ、こっちじゃなかったってならない。いや、なんないなんないなんないの、うん、ギリ。そう、あのまたね、あの商品棚があるじゃないですか、うん、ああいうのもバイトが作るから。あ、そうなんだ。で、俺がいつも入ってる時間帯っていうのは、そのちょうど、うん、あの売り場を作る時間帯に入ってたりするんで、うんつって、あ、俺これ作ったからみたいな。なるほど。ここだよねみたいな。なるほどね。うん、ちょっと配置悪いな、使いようつって勝手に変えたりとかしてる。あ、じゃあ自分でなんか虹の色かっこよくねってなったら、赤なんか紫ってやってる。できるできる。なるほど、やれるんですか。へえ。まあ僕はそんなこと教えます。なるほど。まあ、生協の仕事はね、あの国楽にしてもらってます。はい。はい、ね、生協ですと、まあ学生ですと2つを。の男の子だと2つに分けられまして、基本的には1つは裏側ですね、はい、あの、はい、コンベアで帰ってくるお皿をひたすら洗って洗って洗ってってやってるんですね。なかなかね。あともう1つは何ですかね、学生食堂にはラーメンとかうどんとか出すところがあるので、はい、そこで作ったりも。なるほど。なかなか、なんか料理を作って出すみたいな、ね、サーバーだね。そうですね。そうそう、男は裏で皿洗いと、あとはあの麺を出してます、はい。女子は女の子がカウンターで丼、とか、そうです、おかずとかを出してたり、あとはレジだね。レジか。レジを売ってます。まあ基本的に簡単な仕事だよね、結構ね。まあそうですね。でも覚えるまではなかなか大変ですよ。でしたよ、私は。どんなバイトもそうっすや。新人さんいっぱい入ってきたからね。そうですね。何、なんかこう冬に備えて、なんかこうあったかなメニューみたいな。そうですね。あ、あるよあるよ。あの、まあ大学に来てるから分かると思うんだけど、うん、あのうちの大学は季節物がいっぱい出てるじゃないですか。ね、あのまたああいうのでね、あの今までは夏だったから、うん、ザルそばザルうどんとかがありましたけど、ね、ザルそばあったの？あったよ。ありましたよ。俺食いに行ってもよかった。あ、確かにね、ザルそば。ちなみにね、ザルそばはね、3玉なんだよね。あ、そうなの、うん。ザルそばだけ多いんだよ。そう。なぜか知らないけど。そう。非常に作る側としては手間がかかる。え、そば言ってもらえる？そば は、 いやできるのかできない。ね、僕が店員してたら出してあげるけど。ありがとう。あの決して美味しいものではないと思う。そば湯がね、美味しいよ。てかそば粉閉じてないし、うち。あ、そう。そ、別にそば粉閉じてるわけじゃないですからね。すっごい俺今テンション調査がった。渋いっすね、そば屋さんで。はい。そば湯を頼みたいってなかなかに渋い気もしますが。超うまいよ。あったまるんだよ、ほんと。ねえ、僕はもっとそば屋好きじゃないんだ。そうなんだ。なんかね、そば湯。好きなのに。そんなに好きなんですか。まあね、人それぞれね、はい、そんなに蕎麦湯が大好きな私なわけですけども、はい、なんかバイトの方は先ほども言った通り食堂、まあ食堂と言いますか定食屋、ね、定食屋さんですね、はい、そこで働いておりまして、まあ僕の場合ですとレジ打ち、をして、あとお客様が来たら、お水出してご注文何ですかみたいな、まあつまりフロアの仕事をやって、それが終わったらまた中に入ってサラダとかを自分でなんか盛り付けてっていう風にやったりして、ご飯持って店長さんがご、飯できたぞってやってて、うん、なんか今日はとんかつみたいな感じだったらとんかつを持ってて、うん、ありがとうございますっつって、あ、今はすごいバイトの時のぐらいになったって言ってもらって、それを出してっていう感じですね。はい、あと皿洗いももちろんやってます。オールマイティですね。というか、まあうちはバイトが少ないので、基本入るとき一人なんですよ私。だから全部やらないといけないっていう。なるほどね。まあ、僕たちもね、たまに食べに行くけどね、はいはい、ありがとうございます。テキパキ仕事をしている竹本くんの姿いや、とんでもないです。本当にね、これはね、いやいや、店長さんがね、聞いてたらね、テキパキなわけねえだろうってガチレスするよ。いや、あらあら、
らしい。そうだね、僕たち人数の話はしてなかったね。そうですね、まあ、コンビニだと基本的に、はい、まあ3人か2人で入ってますね、はい、昼間はね。生協は、生協は男の人が大体3人と女の人もまあ3人4人ぐらいですかね。なんで男3人女の子3人の、6人でバイトしています。人数多いっていいね。なんかどうだろうね、どうですかね。その分要求される量も多くなりますからね、やっぱり。いやでもここのバイトの人たちは比較的少ない人数でバイトしてると思うから、なるほど、なかなか人と喋ったりする機会がバイト中に少ないよねって思います。なるほど、普通のファミレスとかってきっともうちょっと多いですからね。そうそうそう、居酒屋で話、働いてるやつの話とか聞いてるとね、はい、なんか楽しそうにおしゃべりしてたりとかしてて、いいなとか見ながらそうなんだ。もう僕もね、暇な時はね、生協とかを結構喋ったりするんだけどね、まあ、そういう時ってなかなかないもんね。そうそう、なかなか忙しかったり一人で仕事してることが多いから、まあなんか孤独だね。みんなでいるのに孤独とはこれいかに。孤独アルバイト、孤独バイト、やだよ、やめてよ。なんかそんなに出すよ。まあね、はい、それでまあアルバイトでもらえるものは給料ですよ。給料ですね。はい、そうですよ。楽しいです。お金はみんな何使ってますか。はい、僕はですね、大抵もうなんかね、食費とかに消えます。消えますよね。食費に消えて、あ、でもその代わり残ったお金は、なんか本当使い道は俺定まってないから本当いろいろになるんだよね。たまにだから CD 買ったりとか、そんななんかこうおしゃれな時もあったらなんか知らないけど、そういえばなんか俺今こうなんか石鹸全然なかったから石鹸を隣買いしちゃおうとか。石鹸なくないですか。そんな風な、まあ、でもくだらないこととかしたりするんだよね。クリニアクどうですか。そうですね、自分はもういい加減まあ、6月からバイトしたんで、大体の、実家から持ってきた以外にこっちに必要だったものとかもうあらかた揃えたんでね、次は他の、まあ、ゲームであったりとか、あとはこの前夏休みに帰ってどんなの食べてるのっつって、なんかこれこれって言ったら、なんかあんたもうちょっといいの食いなさいよってなんかしみじみと言われたんで、なるほど、いや、ね、もうちょっと食にもお金使った方がいいのかなと。なるほど、ね。高藤君も僕は基本的に CD とかよく買うんで、おそういうの買ったりとか、あと自転車の装備品とかを揃えたりとか、ね、まあそれでもお金余るから、はい、余った分は貯めて、はい、冬休みとか春休みとかに、はい、どっか行こうかなっつってニヤニヤしながら考えてニヤニヤしながら、いいっすね、まあ旅行とか ね計画立てるの楽しいですからね、本当に僕旅行雑誌眺めながらニヤニヤしてるからね。そう、地球儀を回してね、はいここって手をちょちょってやって、それでコンピューターで調べてってやって、うおこんなとこなんだってやったりするの楽しいよ。なかなか楽しいよ、旅行計画 ね、まあ、というわけでね、はい、こんな感じで、はい、僕たちのバイトの話でした今日は。はい、はい、それではジングルお願いします。シズダイスタイル、略してシズダ。はい、それでは今日の放送は QFM のアルバイト事情についてお送りいたしました。はい、はい、まあね、お金の話をしたりとかね、はい、まあ、ウキウキする話もありましたけど、話ですね、やっぱ給料前は心弾みますからね。なります、なります、ね、今日のエンディングトークでしたい話が僕ちょっとあるんですけど、はい、ね、何かプロ野球のクライマックスシリーズが、好きですもんね、先輩、はい、先輩好きですから ねついにファイナルステージということでね、はい、昨日は中日が、はい、巨人に勝ちまして、あとは日本ハムが、はい、ソフトバンクに勝ちまして、おセリーグは今一勝一敗、一勝一敗、アドバンテージがありますからね、はい、1位のチームには1勝のアドバンテージがあって、はい、先に3勝 ?4 勝か、4勝なんですか、あ、4勝なんだ、どっちだっけ、プロ野球好きなのちょっと困ります、当然そのことすぎて忘れてた。確か4勝だったと思う、4勝、4勝したら勝ちだけど、まあだから初戦を取れば1位のチームはあと、あ、3勝です、はい、あと1試合勝てばいいんだけど、はい、2位のチームはね、もう一試合落としたら後がない戦いになるので、ね、死に物狂いだね、ソフトバンクは、ね、厳しいですね。まあ逆に中日良かったんで、はい、僕はまあ名古屋人ということで、あ、北国顔ってやつ、中日派なんで、うん、北国顔ですよね。はい、いやーでもね、プロ野球もね、もうクライマックスシリーズ、はい、あとは日本シリーズで終わってしまうので、はい、ちょっと悲しいね、僕は非常に悲しいです。まあね、残りの試合を精一杯、はい、
応援していきたいと思います。なんかあれなんか違くねあれ違くねなんか所信表明演説みたいな。どうして困ったんだろうね一番気になるこれ、うん、いやでもね本当に野球がなくなって寂しい、はい、なくなるから、はい、もう本当は僕広島ファンなんで。あれなの？もう試合がない、はい、というわけで趣味の話を勝手にしてしまいましたが、はいはい、本当に。はい、それではこの番組をこの辺で終わらせていただきたいと思います、はいはい、それではこの番組へのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは SD スタイル間違えた、はいはいはい、すいません、はい、SD246 スタイル @yahoo.co.jp SD246 STYLE @yahoo.co.jp です。番組ホームページもございます。大手検索サイトでしずだいスタイルと検索すれば一番上に出てくると思います。バックナンバーもありますのでぜひお聞きください。この番組はあなたの未来を開く古庄自動車学校の提供でお送りしました。ブルン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 。ハロー、ワゴン君、ご機嫌だね。ああ、ミニバン君じゃないか。聞いてくれよ。おう、なんだいなんだい。僕の運転手なんだけど、本当に運転がうまいんだ。へえ、そいつはベストカーライフだね。だろう。運転手さんはどこで免許取ったんだい？古庄自動車学校だよ。古庄自動車学校？どういったところだい？そこは。なんと筆記試験合格率が静岡市内でナンバーワン。おお。そして指導員が優しくて説明も丁寧。へえ、いいじゃないか。おっと、それじゃあね、ミニバン君、 See you。 問い合わせ先は 0120-155-168。 みんなも古庄自動車学校で免許をゲットだ。